こんにちは、マリーです。以前の日本は2世帯や3世帯の同居が多かったのですが、最近は核家族化や少子高齢化が進んだことで一人暮らしの高齢者が増えてきました。一人暮らしをしている高齢の家族がいても、様々な事情により同居が難しいという人も少なくありません。私の母は脳梗塞と誤嚥性肺炎と認知症の治療で1年以上も入院していましたが、医師や看護師の努力の甲斐も虚しく亡くなりました。一人暮らしをしている父は、住み慣れた家に住み続けたいという希望を持っているため、できるだけ自宅で住み続けられるように支援してくれる訪問介護サービスを利用しています。コスモス食品オンラインショップでは、原料の選定は直接現地に赴いて確認し、化学調味料や保存料は使用していません。原料を炒めたり炭火で焼いたり、一手間をかけているため、まるで家庭料理のようなんです。スープはそのまま飲むだけでなく、調味料代わりとして使ったり、オリジナルレシピを考える楽しさもあります。味噌汁やスープはお湯を注ぐだけの手軽さが魅力で、持ち運び便利で賞味期限が長く、簡単に食事することができます。そこで私は父に送ってみました。